おはぴよ、どうも、ひなぴよです。それでは本日も、君が死ね、多数決デスゲーム、続きやっていきたいと思います。最終章前編 B パートにね、突入したんですよね。これね、ちょっとだけ調べさせていただいたんですけど、この場に今、早坂いないじゃないですか。で、あんずちゃんがいるじゃないですか。チャプター選択で最終章 B パートを始めると、あんずちゃんも早坂も生きてる状態で始まるらしいんですね。で、今早坂がいない状態ってことは、その最終章前編 A パートからの引き継ぎセーブだからっていうことなんですよ。だから、あんずちゃんもいない状態にすることが可能。で、早坂とあんずちゃん二人とも生きてる状態で進めたいなって場合は、チャプターから始めればいいってことなので、早坂がいないことで見れないイベントとかが出てきてしまうらしいので、あからさまにね、早坂がいないとここ情報出なかったんだろうな、みたいなところが現れたら、そこのやつだけちょっと見たい気もしますけど。今はとりあえずこのデータで進めていこうかなと思います。ではやっていきましょう。説明してください。こんなの、ひどいです。刑事さんなんて、使わなくてもいいってことですか？そうかもね。今緑を殺せば目的を遂げられなかったダミーズは死ぬ。その事情を知って喧嘩を売ったのは刑事さんでしょ。そうだ、自業自得じゃねえか、ふざけやがって。だからおとなしく処刑されろってのか。これで協力なんてできないよ。冷ややかな空気、歩み寄れない距離まで私たちは離れてしまった。でも、今はそんなことどうでもいい。なぜあんなことをしたのか、知りたい。乱丸！言いなりになるなよ、サラ。ちょっと、何言ってんの？いいから聞けって。なあ、刑事。あんたは今、何を考えてる？棺の中から、刑事さんの弱々しい声が聞こえる。全部、俺のせいだ。恩人の仇を取ろうと、俺は、いや、それも違う。罪を全部緑のせいにしようとしたんだ。恩人を撃ち抜いたことも、最初の試練で恵みを救わなかったことも、全て俺の行動だったのに。九太郎が命がけで繋いだダミーズとの絆を、俺は、このまま死んでも、文句言えないかな。何言ってるぜよ、刑事！死なせねえ。え？俺たちの手で、あんたを救う。緑の同意書なんかに、頼らなくてもな。は？勝手なこと、言わないで。こいつらとまだ仲間でいる気か？先に裏切ったのは、俺たちだ。生き残るために、九太郎を刺した。それを許してもらったんだろう。次は、こっちが許す番。それで隊長なんて言うつもりかよ。お前は悔しくねえのかよ。俺たちは緑のおもちゃだ。殺されて、首輪をつけられ利用されて、サラたちが戦ってる間も、一歩も動けなかった。死ぬのは怖いから、逆らうこともできずに、ま
さに。操り人形じゃん。俺たちは、人間なんだ。選択肢は、自分で作る。緑の人形遊びには、もう付き合わねえ。選択肢は、自分で作る。救う方法はあるのか。救う方法は、あるのか。ああ、それなら。救う方法はちゃんとあるよ。交渉で嘘はつきたくないからね。フロアマスターとして誓うんだな。でもね、君たちの力じゃ難しいと思うよ。きっと、刑事さんは死ぬ。楽しみにしてるね。言ってしまった。もう、やるしかないですね。大丈夫にゃ、時間はまだあるわ。言っとくけど、協力なんてしないから。とにかく、まずは手がかりが必要だ。蘭丸くん、かっこすぎるよあんた。惚れる。そうだよね。選択肢はこれしかないって、選択を迫られる側って視野が狭くなっちゃうんだよ。でも、それを見ている仲間がね、助けてくれるっていうのが、もう激アツすぎる。いや、ちょっと蘭丸くんこれでめちゃめちゃ好きになったな。セーブします。じゃあみんなに話しかけようか。今は、喧嘩してる場合じゃないですよね。カンナ、真剣に考えます。救いたかったら勝手にどうぞ。くそ。僕もあの変な紙、サラ姉ちゃんには書いてほしくなかったにゃ。だから、みんなでおまわりさんを救おうわ、サラ姉ちゃん。ちっと、熱くなっちまったな。この選択に、後悔しねえといいんだけどよ。いや、レコさんの表情なんか変わったし、さっきから気になってたけど SE がさ、すごいオリジナルになってるよね。いや、すごいな。最終章全編 B パートにしてすげえ色々進化しててびっくりするんだけど、BGM も全然聞いたことないやつだしさ、すごい、心が燃えるね。刑事を救う方法は、探さねえとな。筋肉ゴリラは休んでた方がいいにゃん。私だっておもちゃじゃない。人間だよ。だから死にたくないの。分かってほしい、サラ。うん。中から刑事さんの声がうっすら聞こえる。話しかけようか。刑事さん、今どんな気持ちですか？なんか、多分優しく語りかけてるんだろうけどさ、サラちゃん。なんだろう、NDK に聞こえるよね。ねえ、今どんな気持ちって。いや、もうそんなこと言ってる場合じゃないわ。すいません。暗くて狭いね。少しいつもの調子が戻ってきたかな。あのさ、棺を開ける方法、思いついたかも。え？地図を開いて。誤解だね。あれだよね、放送室みたいなさ、モニターいっぱいある、監視室みたいなところのさ、右側のモニターに、棺、空室、使用中、人形、人間みたいなさ、やつあったよね。あれ使うと思うんだよな。真ん中の、制御室。そこに、気になるものがないかな。これだね、多分。どこだろう？気になる部分を指摘してみよう。これこれ。あれちゃうの？ちゃうの？あ、こっち？これ？あれ？首輪？え？この首輪ですか？それは最初に緑がつけてた首輪だね。
今は私たちが手に入れて刑事さんが持ってる。残念ながらおまわりさんが言ってるのとは違うよ。言い方が悪かったね。おまわりさんが気になってるのはあるモニターさ。モニターか。いやこれだよ。さっきクリックしたって。このモニターって。画面をよく思い出す。棺管理システムと書かれている。そう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 。空室、人形、人間。うんうん。これってもしかして、あ、これアスナロの AS ってことかな。今更だわ、やっと気づいた。フロアにある棺を管理するためのモニターなのか。もしかしたら棺を開けることだってできるかもしれませんね。調べてみる価値はありそうでしょ。ああ、よく覚えてたな。行ってみるしかねえな。少し待っててくださいね、刑事さん。頼んだよ、相棒。わあ、相棒って呼んでくれる。好き。棺調べるか。最初に緑が入ってた棺だ。怪しい部分はないけど、この砂がすべて下に落ちた時、棺の仮想装置が作動する。そんなことはさせない。揺さぶってみる。えい。ああ、おまわりさん酔いそうだよ。よかった。おまわりさん前回はですっごいもう調子おかしくなっちゃってたから、ちょっとずつ調子戻ってきたの嬉しいね。でさ、いろいろね、コメントとかもいただいてて、そういうのを読ませていただいてるんですけど、すべて。いろいろ衝撃なことが、こう、言われておりまして。刑事さんが救えなかった、その、刑事さんのヒーローがいるじゃないですか。おまわりさんね。その人、なんか、ジョー君のお父さん説が出てるらしくて、と思ってマジみたいな。私さ、動画内ではうまく説明できなかったんだけど、概要欄に書いてたのよ。サラちゃんのお父さんの、なんか血縁なんじゃないか、みたいなさ、ことを書いてたの。まあ、ただ、カカカ笑いのところと、刑事さんがちょうどあのくらいの子供の時に、サラちゃんとかジョー君が生まれそうだなって思ってたの。で、サラちゃんのお父さんって、なんか本当のお父さんじゃないっていうことを聞いてるから、もしかして、サラちゃんの本当のお父さんがあの人なのかなって勝手に思ってたんだけど、なんか、ジョー君のお父さん説が出てるらしいね。それコメント欄で見てびっくりしましたね。っていうのと、あと、あれだね、ダミーズの子たちのお名前間違ってたみたいですね。ひなこちゃんの名字、未宿で、あれだ、舞ちゃんの名字は鶴城じゃなくて剣だったみたい。だから、剣舞ちゃんと未宿ひなこちゃんってことみたいですね。ということで、訂正終わり。じゃあ先に進んでいきましょう。制御室に行く気？ちびっこ、だだこねてないでお前も来るにゃん。あれ、首輪ってまだ、作動してるのかな。であればさ、あれよね、ひなこちゃんってペアだから、離れられないよね。首輪のペアリング忘れた？刑事さんと離れたら、首輪が爆発すんの。そうか、ひなこは刑事さんとペアだったな。私たちは結局、自由を奪われた奴隷。主を殺さなきゃ、解放なんてされないんだよ。ああ、ひなこちゃんだけ残るってことね。現実を見なよ、あんたたちも。すまねえ、動けそうにねえぜよ。俺の分まで頼む気に、サラ。辛そうだ、ちゃんとした治療をしてあげたい。そうだね。じゃあ移動しましょう。ここだね。さあ、モニター調べましょう。モニターには棺管理システムと表示されている。よし、早速操作しようぜ、サラ。え、でも空室になってんの全部。私がですか。構いませんが、機械に詳しい人に頼んだ方が。カンナに、やらせてください。カンナは迷いながらも機械を操作している。あ、どうした?中央の機械を見てください。中央？これ？あ、機械ってこれか。こっち？ん？これは、ギミックセキュリティ、レベル0、解除。レベル1、ロック。レベル2、ロック。多分、罠や仕掛けについてのセキュリティです。重要な仕掛けほどレベルが高く設定されてるんじゃないでしょうか。
つまり、機械を壊せばいいんだな。脳筋だな、サラちゃん。この中央の機械を壊せばいいんだな。ダメです、サラさん。セキュリティを解除できれば、墓地の棺も開けられるかもってことです。けど、その方法が見つからねえんじゃ。これじゃないでしょうか。ん？あ、指紋か。これは、指紋認証、網膜認証、網膜ではないな、どう考えてもな。指紋認証、このパネルに正解の指を当てれば。いいじゃないか。見えてきたぜ。とにかくみんなで指を当ててみるにゃん。いや、これ緑の指なんじゃないのか？その場にいた全員の指を当てたが、反応はなかった。冷静に考えりゃ、緑の指紋が正解だよな。まだわからないな。墓地にいる筋肉ゴリラたちにも試してもらおう。いや、九太郎さんはあの大怪我だ。とても動けない。そういや、死んだ早坂は医療系の会社員って言ってたよな。オフィスに行けば、応急処置できる道具があるかもしんねえぞ。探しに行くにゃ。そうだね。そういえばそうだった。ここか？あるかな？ああ、光ってますね。堂々と光ってらっしゃいますね。棚には書類と医薬品のようなものが入ってると。医薬品、ちゃんとあります。全部持っていきましょう。九太郎さんを早く治してあげなきゃ。プロテインも持っていってやるにゃ。筋肉ゴリラの好物は。救急キットを手に入れた。プロテインも手に入れた。じゃあ行こう。墓地だね。九太郎さん。ああ、舞ちゃん、おはようございます。舞さん、起きたのか？おはよう。舞さん、起きたんですね。今どんな気分ですか？さあ、謝ってください。責めるな、責めるな。もう自分が行きたいだけだったんだから。今どんな気分ですか？今どんな気分ですか？最悪な気分だよ。失敗しちゃった。何もかも終わり。頑張って無害なキャラ演じてたのにな。責めないでやってくれ、サラ。九太郎、言ったぜよ。俺たちは本当の仲間になるんだって。何それ、本気で言ってんの？ああ、本気や。だから、俺を殺すのは諦めろ。代わりに、一緒に帰る方法を考えるぜよ。そんなもん、俺だってお前の立場ならそうしたぜよ。きっかけがなかっただけがよ。みんな同じだ。心はとっくにぐちゃぐちゃだ。ギリギリのところで少しだけ仲間のことを考えられた。ただそれだけだ。だから後悔させてやろうぜ。俺たちに新しい仲間を与えたことをな。わかんないよ、そんなこと言われても。舞さん、響いたかな、九太郎さんの言葉。少しでも響いててくれるといいんだけどね。辛そうだな。治療道具を見つけたんです。怪我をもう一度見せてください。マジかよ、あいつ、いいからあんたは動くな。九太郎に治療を施した。ありがてえ。
すまねえがじゃあみんな。本当はもっと休ませてやりたいんだけどよ。悪い。ついてきてくれねえか。何か見つかったんだな。あ、ほら肩貸すぜ、キュー太郎。待ってよ。私に、やらせて。もう変なこと考えてないよ。お願い、私。わかったぜよ。舞、肩貸してくれ。いい話だ。刺したり刺されたりしたのに。お前も最初に会った包帯男の化け物と仲良くしてこいよ。うっせえ。あの化け物と仲良くしたら潰されちゃうのよ、棺に。じゃあもう一回制御室に行くのかな。で、どう？指紋認証か。俺たちもやってみるぜよ。キュー太郎さんは指をセンサーに当てた。しかし、機械は何の反応もしなかった。使えん指紋ぜよ。やっぱり無理か。じゃあ、私も一応。舞は指をセンサーに当てた。え？え？舞ちゃん？まさか。まさかとは思うけど、舞ちゃんなんか、あれなんかな、あのフロアマスター側の人とかだったりするのかな、あの見た目がさ、ハンナキーとかさ、そのメイプルちゃんとかとさ、ちょっと似てるんだよ、そのパン屋さんのさ、そのパンの被り物みたいなやつとかね。こういうおしゃれな格好してるっていうのも、なんかちょっと微笑みっぽい衣装だしさ、っていうのでちょっと気になってるんだけど、いや、まあまさかね。あらら。指紋認証に成功しました。なんで私の指紋で？おうおうおう、ロック解除。モニターが。さあ、二つつきましたね。これは？死者用首輪管理システムと表示されている。詳しく見よう。なんだこれは？寿命センサーオン、ほう。爆弾オン、ペアリングオン、あー！なるほど。これでペアリングをオフにすれば、あの、みんな離れて行動できる寿命センサーってなんだいな。爆弾はオフにしたいね。おー、シンくんの AI ちゃんが来ました。かわいい。この画面では、ダミーズの首輪の機能をいじれるよ。うわ、なんだ？シンさんの AI です。説明してくれるみたいだぜ。ペアリング機能は、決められた生存者と離れすぎると爆発する機能だよ。寿命機能はダミーズ本体の電池が切れた時爆発する機能だね。うわぁ、最悪。んだと、そんなの聞いてねえぞ。そうじゃないとダミーズは充電し直せば生き返っちゃうからね。なるほどね、全部オフにしたいねこれね。充電？さあ、どの機能をいじるの？寿命機能いじろ。あ、なんだって？残念ながら、寿命機能は無効にできないんだ。さ、どの機能をいじるの？寿命、なんでや、ペアリング機能です。はい。ペアリング機能は現在有効だよ。どうするの？無効にしようか。本気かよ。俺たちに自由を与えるってのか。ひなこが聞いたら喜ぶぜ。これでお前らの命を狙いやすくなるからな。それでもいいならさっさとやれよ。車田さんは確かめたいんだ。本当に私たちを信じていいのかどうか。だったら私たちが示すべきだ。主従を示す赤い線も、殺し合うために繋げられた鎖も、すべて、必要ない。信じ合う力が、一番強いことを知っているから。これで、ペアリングは解除されたんだよな。ひなこちゃんにも教えに行かないとね。みんなで。そうだね。
ダミーズとか生存者とか関係ないよ。みんな生きてんだわ。レコさんの偽物の人形の時もつくづく思ったよ。みんなちゃんと感情あるのよ。ダミーズ本体管理システムと表示されている。なるほど。どういうことだ。正常正常正常で、頭のなんかバッテリーみたいなやつと体のバッテリーみたいなやつがあるってことなのか。結構今半分ぐらいまで減ってるね。この画面ではダミーズ本体の状態を確認できるよ。今表示されてるのは影山乱丸だね。中央のは頭部と胴体、それぞれの電池残量なんだ。そうだよね、やっぱり。電池こんなに減ってんのか。頭部と胴体でそれぞれ電池があるのか。そして右手と左手はランクアップパーツを表示してるからね。ランクアップパーツ、ほう。なんか機能がそれぞれあるのか、もしかして。乱丸くんにはこの両手で何かできる機能があるんじゃないか。ランクアップパーツ、なんだそりゃ。他にも趣味趣向、得た知識、好きな人とか聞きたい個体情報があれば。ランクアップパーツについて考えようぜみんな。好きな人聞きたいね、らんまるくん。サラちゃんのこと好きなんちゃん。ふむ。手のパーツって言うからには何かつけたりってことだよな。まあ確かに。俺の手か。お？おお、外せるんかい。は？腕が、落ち着くにゃ、わたあめ。わたあめって呼ばれてるんだ、かわいいね。本当に、俺、人形、なんだな。いや、わかってたよ、そりゃ。早坂が死んだ時だって、遺体を見てるしな。それでも、どこかで、もしかしたらって。希望。諦めきれたわけじゃ、なかったんだ。自身が死ぬ映像を見せられてもなお、どこかでまだ人間だという意識があった。今現実を突きつけられた。自分が何者であるのかを。乱丸、そんなの関係ねえだろ。人形がこんなことで泣くかよ。自分では諦めたと思ってても希望を持っちまうのが人間だ。矛盾した感情の中であがくものだろう。私からすればよっぽど人間らしいぜ、お前は。だから胸を張ればいいじゃねえか。お前は生きてるんだ、乱丸。猫さん。だから腰抜かしてねえで行こうぜ。立てる、乱丸。大丈夫。男がポロポロ泣きやがって。泣いてねえし。それは無理があるにゃ。いやー、こういうな、レコさんの魂を揺さぶるような言葉、私すごい好きなんよな。いや、ランマルくんが、こう、みんなを奮い立たせてくれたみたいに、ランマルくんのこともみんなが奮い立たせるっていうさ、この、今のこの関係性、ちょっとずつね、信頼していっている関係性、すごいいいよね。さあ、で、どうするかだよな。レベル1は解除になったが、おお、なんだ？モニターには棺管理システムと表示されているで、過去の記録、青1、赤6、キー0で、シャッター、開けるがあるね。よ
用事が増えてます。操作ができるようになってる。よし、こっちの監視カメラ見ながら動かしてみようぜよ。どの操作を行いますか？シャッターを開けよう。よし、開けてみよう。あれ、何も起こらない。どうするにゃ、別の操作も試してみるわ。頼む、動いてくれ。シャッターを閉める。ほう。よし、閉めてみよう。あ、そこが閉まるの。なるほど。なんだ、棺じゃなくて入り口が。これじゃ私たちが墓地に行けなくなっちまうぜ。もう一度開けてみよう。あ、よかった、開いたわ。よかったです。罠じゃなかったんですね。けどおかしい、この装置は棺管理システムなのに。もしかしてレベル2のセキュリティを解除しないといけないんじゃ。指紋だけじゃダメな。ちやっぱ簡単じゃねえな。諦めるな、まだ方法はあるはずだ。そうだな、これ以上調べられるところはないかもしれない。一度墓地に戻ろう、ひな子が待っている。そうだね、ひな子ちゃんにとりあえず解除したよって、だからもう離れて大丈夫だよってこと伝えないといけないのと、多分ね、今回メイプルちゃん関わってくると思うんだけどな。違うんかな。さあ、ひな子ちゃん、ちょっと聞いてよ。さっき入り口がシャッターで塞がれて、それは私たちがやったんだ。ひな子に事情をすべて説明した。ペアリングを無効にした。ああ、本当だ。ねえ、ひな子ちゃん、車田くん、やっぱりサラちゃんたちと仲直りしようよ。冗談じゃない。それでどうやって生き残るつもり？生存者もタミーズも生き残る方法があるなら言ってよ。じゃあ殺せるの？私は殺せない。殺せないよ、こんなに優しいみんなを。それでも無理。一方的に差し伸べられた手なんか掴めない。それって、ID カード。ID カードがあれば、セキュリティをもう一つ解除できるかもしれない。どういうことだ？マイ、私たちが起こされた時のことを思い出して。確か、変な機械があって。あれじゃない？フロアの1階にさ、なんかいじられてる、なんか場所あったよね。ピンクの部屋のさ、奥にさ、いろいろ研究されてそうな感じで、ホエミーのさ、人形もくたって置いてあった場所の奥でさ、なんか人が寝転がってるぜ、みたいな描写あったよね。それ関係あるんじゃないの？前には、緑が。あいつ、機械を動かすために、自分の写真が載ってるカードを使ってた。それが ID カードってことか。刑事さんには死んでもらった方が得だけど、借りは返さないと気持ち悪いから。ひな子、とにかくそのカードは緑が持ってんだな。問い詰めてやるにゃ。一緒に行こうぜ、ひな子も。わかったよ。いやー、来てくれるんだな、ひな子ちゃん。刑事さん、もうちょっと待っててね。話しかけようか。刑事さん、調子はいかがですか？枕が欲しいね。開けたらニャーちゃんクッションと一緒に寝させてやってもいいにゃ。ついにおまわりさんにも貸してくれるんだね。前にも借りようとしたのかな。ちょっと貸してって言ったら、ダメじゃんって言われたんだろうな。おまわりさんには貸してやれないわみたいなこと言われたんだろうな。かわいい。行こうと言いたいところだけど、今日は時間もいい感じなんで、これで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ランマルくんの言葉もすごい熱かったし、レコさんのそれに対してそのランマルくんに返す言葉もすごい熱かったし、
やっぱり九太郎さんの言葉でみんなが一致団結した感がすごいから、もう舞ちゃんもねちょっと仲直りしようって言ってくれたし、これでちゃんとダミーズも生存者も心から一致団結できることを願って次のパートに進みたいと思います。ではまた次回、オスピオでーす。